皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、MLB、ドジャース7、ーレーズ、日本時間24日、ロサンゼルス。ドジャース大谷翔平投手は23日、日本時間24日、本拠地でのレーズ戦に1番、指名打者で出場。さよなら満塁本塁打で史上6人目の40本塁打 &40 投塁を達成した。 劇的すぎる一発にデーブ・ロバーツ監督も最敬礼、上回る選手がいるとは思えないと称賛した。実際の動画、大谷翔平のサヨナラ満塁団の裏で沈黙するレーズベンチ。3対3の球界西失満塁、左腕ポシェが投じた初球の84.3マイル、約136キロ、スライダーを大谷は捉えた。 バックスクリーン右へ、自身初のサヨナラアーチ。打球速度105.1マイル、約169年1月キロ、飛距離389フィート、約118年6月メートルの一撃だった。4回に40投類を決めており、史上最速の126試合目で、40本塁打40投類を達成した。指揮官は下半身がしっかりしているときは、 ボールを少し長く見ることができるし、それができているときは彼、大谷、を上回る選手が他にいるとは思えないと絶賛。間違いなくジャッジも議論に入ってくるだろうが、私なら翔平を選ぶと力を込めた。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手はこの日、49号をマーク。 2022年に自身が作ったア・リーグ記録の62本塁打に迫る61発ペースで一発を重ねているが、ロバーツ監督は改めて大谷こそが世界最高の選手だと強調した。40、40については、これはストーリーブックだ。同じ試合に40、40と跳ね、今までにそんなことがあったのか私には分からないし彼の満塁本塁打で試合に勝った。 長い間私が覚えていることになるだろう、と言葉を紡いだ。そして指揮官は自己最高の26を今季大幅に更新する盗塁についても具体的に言及した。彼はあのようなダイナミックな選手になるために足のケアをしっかりしていることは知っている。相手投手に対してもしっかり予習をしている。盗塁を奪う選手としては彼は、 過去よりも断然良くなっているとても効率的だ彼はユニフォームを着ればいつもとにかくデンジャラスだと脱帽していたさらに翔平にはいつも驚かされる全体的に本当に素晴らしい試合だったボビーも素晴らしかったブルペンも良かった楽しい試合だったそして間違いなく翔平には簡単負ガツクネと上機嫌だったどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。